はい、マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、ポケモン GO やっていきたいと思います。というよりね、ポケモン GO 日記っていう感じですけど、ちょっとやっていきたいと思います。でね、今、僕のポケモンこんな感じになりました。前回ね、不思議草を不思議花にね、進化させて、ちょっと強化して1694まで行きました。まあ上限がね、結構浅い。不思議花になっちゃうかなっていう印象ではあるんですが、結構ね、ジムバトルで水系のポケモンに対してね、使えるなっていうのがね、感じました。で、今ね、ギャラドスを2体配置しているんですが、僕ね、ちょっと勘違いしてて、ジムバトルってジムに配置すれば、もうその状態でね、コインってもらえるんですね、ボタンを押せば。僕ね、1日防衛しないともらえないと思ってたから、ちょっと勘違いしてて、今までね、もう動画でもし僕のせいで勘違いしてた方がいたらね、もう大変申し訳ないなと思って、はい、訂正させていただきます。で、ナッシー、あと、ブースターなどなどですね。まあ、こんな感じで育ててます。まあ、シャワーズをね、もう少しこう育ててもいいかなっていう感じなんですが、今日はですね、もう一体、ね、あのキャラを作ります。まあ、あのキャラって言ったらね、もうここでわかると思いますけど、ギャラドスです。はい、僕の家ね、本当にコイキングばっかりなんですよ。コイキングばっかりで出て、まあ経験値集めのためにね、コイキングでもちゃんと取ってるんですけど、はい、3体目のギャラドス、まあね、本当は海竜がいいんですけど、ちなみにね、うちね、コイキングの他にもミニ竜もたまーに出るんですよ。たくさんじゃないんですけど。でね、やっぱ62まで溜まったんで、もう少しって感じなんですけど。はい、まあ海竜はまだなんですが、今日は、こちらですね。また、コイキングを進化させていただき、きたいと思います。で、コイキング、CP ね、めっちゃ高い。ほら、184なんですよ。なんで、このコイキングを進化させたら、どのぐらいまでいくのかっていうのね、かなり楽しみです。ちなみに、ゲットした時点で CP166 だったんですけど、そっから鍛えて184。普通ね、そこそこのコイキング、これ76とかだと、多分ね、ここまでいかないんですよ。180なんかとか。だからこれね、相当いいコイキングだと思うんですけど。はい。ではね、進化させていきましょう。技は、竜の息吹と竜の波動が覚えてたら、海竜対策でいいなって思うんですが。はい。では、進化させていただき、いきたいと思います。進化 !GO! どのぐらいの CP になるかな、マジで楽しみだな。でって、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 2000超えるかな。怖い。ギャラドース、果たしてどうなるか。どんぐらい。うわ、1931。うわ、竜巻かよ。終わった。うわー、ちょっとショック。これ、かなりいいところまで行きそうじゃないですか。1931で、あと2回ぐらい多分できるんですけど、2000超え、CP 的にはかなりいいギャラドスではあるんですが、残念ながらね、竜巻なんすよね、必殺技が。竜巻はちょっと微妙だな。まあ、どっちもドラゴンタイプなんで、海竜には使えるのかもしれないですけど、ちょっと弱そう。必殺技、ちょっと時間使うまでにね、かかりそうですしね。いやー、マジショック。はい。ということで、まだね、コイキングね、次159いるんで、これをね、また進化させるようにしようかな。はい。うわー、ショックだー。はい。竜巻のギャラドスです。はい。ということでですね、残念ながらね、ちょっとね、技には恵まれなかったんですが、はい、ちょっとまたギャラドスもう一体作れるようにね、その前に海竜が欲しいんだけど、はい、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。ということで、皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ポケモン GO 日記、明日はね、どんな風に変化してるのか、変化してるのかどうなのかわかんないですけど、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。ということで、以上、マストゲームズでした。バイバーイ。